第三者認証は任意の企画に対し、その認証を取得しようとする当事者に、第三者の認証機関が認証を与える制度。指定された審査機関が認証を行うことにより、認証の公平性、信頼性を担保している。主として利害関係者の信用を得るため用いられる。第三者認証とは、当事者が自ら確認する第一者認証と、 エンドユーザーが確認する第二者認証とは異なり、利害関係のない第三者認証機関による認証である。このことから当事者への高い信頼が得られない場合でも、その信頼を補填できるというメリットを持っている。例えば、開発途上国が貨物を輸入する際に行われる船積み前検査は、自国で行うべき通関等の行政手続きを第三者認証機関が 船積み前に行い、認証をすることにより、その認証を信頼して、輸入手続きを簡略化可能にしている。また、アメリカの食品輸入では、アメリカ食品医薬品局に認定された第三者、認証機関による監査を受け、適合が認められれば、アメリカ国内への食品の輸入の迅速化が可能となっている。日本国内においては、乳児用ベッドやライター等、 第三者認証により必要な品質を確保していることが確認できなければ販売することができない製品も存在する。1850年イギリスのダーリントンで発生した蒸気機関車の爆発事故、高圧ボイラーの事故は大きな被害となることも多かった。試験、検査、認証の市場は19世紀中期産業革命後のヨーロッパで蒸気機関に使用される 高圧蒸気ボイラーによる危険な事故が多発し、その抑止のため、周期的な点検により、老朽化等の危険な状態を検査するための専門機関が設置されたことに橋を発し、船舶、貨物、自動車等の検査、認証へと発展していった。拡大の転機は、1985年に欧州諸共同体においてニューアプローチ指令が採択され、 技術的要件の規格が暗規格に統一されたことである。その後、CE マーク認証の義務付けへ発展するにつれ、第三者認証の必要性がさらに高まり、ヨーロッパでの認証機関の競争が促進されていくことになった。全世界的には、貿易の技術的障害に関する協定が1995年に発行したことにより、国際貿易において、 国際規格への適合が必須となったことで、市場規模はさらに拡大している。2020年現在、TIC 市場での売り上げは、スイスに本社を置く SGS、フランスに本社を置く b ュ u r ー Veritas ー、イギリスに本社を置く i n t ー r t e c の大手3社が合計で、市場シェアの25%を占めていることをはじめ、先行して発展したヨーロッパ企業が上位を占めている。 市場調査会社の予測によれば、2020年現在には2042億ドルであった市場規模が2025年には2400億ドルを超えて増進すると見込まれており、これには自由貿易における認証需要の高まりのみならず、新型コロナウイルス感染症の流行による人工呼吸器や個人用防護具、n 9 5マスク等の医療機器の認証の増加も 理由として挙げている。国際規格は全世界で同一の規格を利用しており、各国にその適合を認証するための認証機関が存在するが、その認証にさえが生まれないよう、国際的なルールが定められている。国際標準化機構では、マネジメントシステム認証においては、国際認定フォーラムの国際総合承認協定、試験、検査所の認証においては、 国際試験所認定会議の総合、承認協定においても、ジスマーク等の認証マークを表示するには、産業標準化法により、各産業を管轄する、主務大臣の登録を受けた者による認証を義務としており、その認証の基準としては、ISO と同様に認証機関を認定する規格を利用している。各認証機関の公平性を担保する、ルール形成が行われる一方、あくまでも、 第三者認証機関は民間企業であり、認証に差をつけることで、認証市場における利益追求が行われる可能性も論じられ、そこから発生する問題点が指摘されている。それは、フォーラムショッピングと呼ばれる手法であり、認証機関の差を利用し、より好ましい評価や、より緩い審査をする認証機関を探し、認証を取得する方法である。 認証機関が広く分布するヨーロッパでは2000年代には問題として認識されており2012年のイギリス科院科学技術委員会では英国企画協会はより多くの包括的な臨床データを求めた際に BSIA の申請を取り下げ追加の臨床データを用いずに別の認証機関で良い結果を得ている事例に過去5年間で7回遭遇したとその懸念を訴えた ありがとうございます。